2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本日引き続き、千葉県の船橋前原スポーツさんに来ております。前原さんといえばもう入ってすぐ公式グローブ大量に並んでますので、新年セールに来ていただいた人に、どういうグローブあるかっていう、公式グローブは公式グローブ、軟式グローブは軟式グローブで皆さんにご紹介できればなというふうに思います。本日はその公式グローブコーナーやっていこうと思います。ウィズのプロ並んでて、ちょっとこれ珍しいですよね。ラベルが赤、普通ここって黒なはずなんですけど、あんまり確かに見たことはないなっていう。ジャパンって書いてあるわ。シリーズまでは分かんないですけど、でもジャパンって書いてます。プロールエリートジャパン、本当だからあれなのかな、と日の丸の赤かもしれないですね。横が Z さんですね。ほぼほぼ今宮選手モデルだ。銀田選手が1個だけかな。あと 1,2,3,4,5,6 ほぼ逆に形勢逆転だなと、あとレッドオレンジ赤オレ今宮選手モデルで、こっちもそうだと思うんですけど、ちょっとずつ違うんですよね色が。これネミトが、ピンクになったんですけど、こっちが黄色になってたりとか、ちょっとずつ違う今宮選手モデルが灰色に並んでいるような。で、この辺がね、珍しくはないですけど、てっぺん。かっこいいですね。親指の炎のマークみたいなのが。てっぺんがあって、デッドストックですね。この辺も、なかなか珍しいメーカーなんじゃないかなと。値段63,800円で、高いですけど、素はやっぱりすごい張りはあるし、硬いグローブなんで。前原さんといえば、関東でも珍しい純正の取り扱い店。これが、マイスポ限定。高い高いですけど、で29センチだから源田選手モデルよりちょっとちっちゃいぐらいなのかな。 0.何ミリ小さいぐらいですけど、渋いカラーリングで、これもあんまり見ないラベルしてるので、こういったグローブも珍しいグローブ。シリコンですか。シリコンです。通常はどんなだったっけ。これは刺繍。刺繍ラベルタイプだから、もう一個ねあった気がする。純慶ってこれだ。あともう一個、この2パターンだった今まで。だけど、新たにシリコンで。あとは、ここですね。ディークエスト、ゴリラ、5、JB、いろんなメーカー揃ってますね。こっち側行って、ラグ、マーゴ、アトムズ、エールストーリー、この辺アトムズ系列かな。が並んでて、で、ザナックス。かなり幅広いメーカーが取り扱われていて、横行くと、ウィルソン。ウィルソンもね、今すごいコインで使ってる選手が多くなってきてるので、こういったところでもね、いろんなモデルありますので、トノサキ選手が使い始めてから結構な選手が、使っているような感じもします。ワッペさん、ワンドペガサスがあって、これが指カバー、内野手用だけどってやつですよね。源田選手の指当てみたいなイメージで多分、使うもんだとは思うんですけど、ちょっと珍しめなものがあったりとか。で、あとアシックスかとかもありますよね。アシックス最近なんかあんま聞かなくなっちゃったんだけど、彼の影響でしょう。でキャッチャーミットコーナーかな。上がディークエストオールスター天下の畠山プロステニップがあったりとかって感じですね。上から2段目の一番左のやつ、ラベルがねえなと思ったら小指側ラベルです。小指側なってんの。だから多分これ M8 だと思うんですけど。誰選手。谷重さん、今でいう伊藤光さん、伊藤選手で、もともとは谷重さんモデルのもの。畠山もバックスタイルが特徴的だったり、いろんなバックスタイルの種類出してたり、ラベルの位置がそれぞれ違ったりとか、もう追えなくなってきてるんで僕の方でも。あとさ、 Z もさ、ちょっと Z のラベルの位置もさ、小指側は小林選手モデルで、なんかこうやって斜めになってるのもあるし。これ誰モデルかな、わかんない。書いてない。公式用は書いてない、基本。もしかしたら森さんかもしれないけど。森進二さんね。森友也さん。友也さんか。いや、でも違うな。106、12って書いてあるから違うな。モデルまではちょっと、多分ないかもしれないですけど。じゃあここにあるキャッチャーミットで言ったら、プロモデルは誰、何人ぐらい。これとこれ。とりあえず、Z は。これはオレンジのは小林誠二選手。で、その下のキャラ。中村悠平選手。なるほど。M8 でいったら、伊藤光さん
三越から選手、谷重さん、うん、で多分62かなこれ、うん、甲斐さん62だと甲斐選手、お畠山は公式表で出てるのは基本こんな感じです。で MIP の MR がまあでも誰か選手型に近い志麻さんとかだったような気がします。でまああとメーカーで言うと、スラッカー、これ全部多分片付け済みだと思います。前原さんの片付けをしているものになっていて、これ MP4 ってちょっと大きめの内野手を、スラッカーにしては珍しい大きめの、もともとって多分スラッカーって黒、赤オレ、黄色系でこの色だった気がする。ここまでなんかまあにまあ、ここまでは確かにないけど、うん、なんかあっちの JB みたいな色合いはもともとそう、これはこれの色のスラッガーあるけど、うんうん、濃いめのさ、まあ、ちょっと限定かも。でこっちが外野手用かな、ずらっとまあ今言ったメーカーの外野手用があって、その1個先が投手用。投手用は結構見ますよ、ミッド系が揃ってたりとかで、ちょっとこっち見てもらいたいんですよ。ここがあら、はい、待って、ここにいたの。そうです、当てはさみかな、これ。噂では聞いてたけど、取り扱いは、いやなんか公式用って言ってたからずっと見てたじゃん今。はいはい、ねえなねえな思って。そうですね、ここに1個、2個か。あら、何番、片番何番、多分当てはさみじゃないかなとは。当てはさみは一番人気というか多いんじゃないかな、うん、あんまりちょっと言えないですけど僕は。どういうやつですか、当てはさみって。当てはさみって大井さんに喋ってもらいたいな。当て取りもできるし、できるし、だからこういうのもできるし、掴み掴みとガッチリ掴みではないはず、これ当てはさみだとは思う、はい、とかここに外野手用が片付け済みかな。ああ動くんで、これ一個片付け済みだと思う。あのダブルトムね、ダブルクロスか。あいつなんかすごい好きらしい、うん、これ一番いいんでしょ。ゴリスポ君おすすめのウェブが搭載されているので、こういったあのついにマイスポさんでもここのこの丸いところにあるわけね。そうですね、取り扱いを始めているので、くれぐれもこの棚では探さずにこの丸いところで探していただくようにということで、全面に出てるみたいな。これがなんか一緒に見えたもん。いろんなグローブ、いろんなメーカー、公式だけでかなり揃っているので、1月それの話しかもあの千葉だけにやっぱいるね。まあまあまあ、はい、1月3日お待ちしております。はい、あのこんなとりあえずさーっとした紹介ではありましたが、公式グローブだったらこんなのがあるよっていう、今、こんなメーカーが揃ってるよっていう紹介を、本日はさせていただきました。前原さんのね、各種リンク概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。1月3日、あ、そうですね、はい、あの1月3日も、皆さん、ぜひぜひ公式グローブの方も、チェックしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。